グリーンハーツがですね、活動している表町商店街の中で、ありがとうファンはいろんな店舗を、はい、運営しております。カレー屋さん、焼きうどん屋さん、エコスーパー、食堂カフェ、それからアート活動もしております。その中でアート活動を中心にやってくれているロリちゃんより皆様にスピーチです。お願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。グリーンハーツまだ盛り上がれるよね。お客さんで散々煽ったけど、次ちょっとスローテンポな曲です。私たちグリーンハーツのメンバーのほとんどは、先ほどももりんからご紹介あったように、ほとんどが障害者手帳を持っている人です。で、障害者っていうとサポートが必要、介護が必要っていうイメージがやっぱり強いと思うんです。でも私たちはもちろん支えてもらいたい気持ちもあるけど、誰かを助けて支えになりたい、そういう気持ちを強く持って、日々仕事とかグリーンハーツのライブとか一生懸命取り組んでいます。もしかしたらこの気持ちって、誰かの助けになりたい、支えになりたい、力になりたい、楽になってほしい、元気になってほしい、愛なのかもしれません。そんなグリーンハーツからの愛を込めて歌います。ブルーハーツより愛を込めて。見捨てられも知ることができました。そんな彼らと同じ舞台に立つのは難しいけれど、彼らがしてくれたみたいに、僕も僕らも今ここにいる会場の皆さんや、これからグリーンハーツを知ってくれる方々に、愛と勇気と希望を送って幸せになってほしい、そう思いながらこれからも歌い続けます。これから歌う歌は勇気づけてくれる詩がたくさんありますけど、時にはダサくてでも一生懸命な、そんな歌だと僕は思ってます。
早いもので、次の曲が最後の曲です。でも穴子フェスはまだまだ終わりません。ここからが本番です。最後に皆さんと共に盛り上げていきたいです。それでは最後に僕らのかっこいい歌を聴いてください。そして歌える人は一緒に歌いましょう。トレイントレイ、ワン、ツー、スリー、フォー。栄光に向かって走る、あの列車に乗って行こう。悲しみのままで飛び出して、あの列車に乗って行こう。弱い者たちが吹るくれ、さらに弱い者を叩く。その音が響き渡れば、ブルースが加速する。刺さず走っていく。